はい、諸君、こんばんはです。中学2年生ですね。連立方程式の文章題に入ってます。さあ、今日はですね、速さの問題、これにいくつかアタックしました。そのうち3つですね、3つのものをちょっと紹介していきたいなというふうに思っています。速さの問題はどうやって処理をするかっていうと、まずはですね、このように図を書くっていうことがポイントですね。ちょっとね、文章を書いてありませんが説明させてください。 A 地から B 地を取って C 地に行くのに全行程は 13km あります。そして A 地から B 地までは時速 4km で歩きました。 B 地から C 地まで時速 5km で歩いたのです。そして合計で3時間かかりましたよっていう問題です。さて A、B までは何 km で B、C は何 km なんでしょうか。なので XKM と YKM と置かせていただきました。全行程が 13km、そして AB 間は時速 4km、BC 間が時速 5km ということです。まずは距離の式、道のりの式を作りましょう。それは XKM と YKM を足して 13km になるんだよっていう距離の式、これがまず一発目です。これ簡単ですね。そして大事なのはこれ距離の式ですよ。時間の式が作れるかどうか。時間は何かというと合計で3時間かかりましたよと言われているので、この2式を時間の式にするんです。さあ、時間ってどうやって求まりますか。確認しましょう。みはじの法則ですね。みはじ、あるいははじきの法則とも言います。時間を求めるのには速さ分の道のり、速さ分の距離を作ればいいんですね。ですので速さ分の道のり、速さ分の距離を作れば AB 間にかかった時間も BC 間にかかった時間も表現することができるんです。 AB 間は速さ分の距離ですから4分の X 時間かかっているはずです。 BC 間は速さ分の距離ですから5分の Y 時間かかっているはずなんですね。これで立式完成です。では下の式、2式の方、時間の式の方を分母をまずね、分母を払ってしまいましょう。4と5の最小公倍数をかければいいので20倍をしてあげます。すると 20×20×20 ですね。4分の20は5、5分の20は4とくるわけですね。 20×3 で60になれば OK ですよね。そして上の1式、これを5倍して持ってきましょうか。するとこれ5倍しますよ。 5X プラスこれも5倍です。 5Y イコール 13×5 65って持ってくれればいいんじゃないですかね。さあ、そして引き算をしてみましょう。するとマイナス Y イコールマイナス5、綺麗な式が出ました。すると Y は5という形で出すことが可能ですね。するとここに入れましょう。 X プラス5、これが13です。 X は13マイナス5でいいですよね。 X は8と出てきました。するとあとは文章題ですからしっかり答えを書きましょうね。 AB 間が X ですので 8km、BC 間がこれが Y ですので 5km。 さあ、これで完成ということになりましたね。それでは4-1、こちらも見てみましょう。こちらもちょっとね、文章、全く書いてないので解説からですね。 A から B を通って C まで 50km、 かなり距離があります。 AB 間を XKM、 BC 間を YKM としました。AB 間は車で移動したんですね、60km、 BC 間は歩きで移動いたしました、4km、 時速 4km です。合計で2時間かかったよ。パターンとしてはとにかく例題4番と同じパターンです。さあ、それでは同じ式を作りましょう。まずは距離の式です。道のりの式ですね。
X キロと Y キロを足して50キロというイージーな式ですね。簡単ですよね。そして時間の式です。さっきと同じ速さ分の距離で AB 間、60分の X です。速さ分の距離で BC 間にかかった時間、4分の Y ですね。それが2時間というこんなパターンです。わあ、簡単ですよね。そしたらさっきと同じようにして、この時間の式を、60倍することによって分母をね、とりあえず払ってしまいましょう。60倍します。60をかけるってことでいいですよね。X プラス4分の60。これはね、慎重に言ってください。15倍。60かける2で120。わーお、簡単だ。上の式はそのまま持ってこれますね。50です。引き算します。14y イコール70。わあ、これも綺麗にきました。y が5とね、出来上がります。すると、y が5ですよ。x プラス5が50ですよね。ってことは、x は45。つまり、ab 間が、こいつが45km ですね。そして、bc 間が 5km。こんな形で答えを出すことができました。いかがですか？簡単になってきたでしょ？そんな感じなんです。では、最後の問題です。4の2ですね。今までと全く同じです。A、B、C で、全行程が 20km。AB 間が 60km。これは車で行ったんですね。BC 間が 20km、時速ですね。これはバイク、自転車で行ったんですね。合計がちょっと今までと違うんですよ。50分なんです。時間でなくて分なんですね。これをちょっと直す必要があるんですが、理式としてはほぼほぼ一緒です。まずは、距離の式。X プラス Y は20キロ。それから時間の式。60分の X プラス20分の Y でしたよね。50分がポイントなんですが、これは小学校の時からもずっとやってるんですけど、時間に直す時には60で割ればよかったんですよね。ですので、60分の50時間とすれば完成なんです。では、下の式を60倍することによって分母を払いましょう。X プラス20分の60ですから3倍ですね。これ60かけると50が生き残ってきますよね。こうです。上の式そのまま使いますね。イコール20です。すると、引き算すると 2y がイコール30。y が15という形で決まりました。すると、x が5で y が15。そんな形になりますよね。なぜかというと、y が15ですから、あ、ごめんなさい。x プラス15がイコール20。ということは、x は20-15ということですよね。ですので、x イコール5という形になります。ということで、まずは AB 間。これが 5km。そして BC 間。これが 15km。これは自転車で行った距離。こういうことになります。自動車で行った距離が 5km で、その後、自転車で行った距離が 15km。こんな形の流れになったということであります。さあ、これね、得意にしてしまいましょう。得意にすることによって、こいつね、もう自信がつきますので、何分であろうが、何時間であろうが、解くことができますよ。時間に直せばいいので、分は分母に60をつけてしまえば、簡単にできるんですね。さあ、これ得意にしてしまいますよ。それではね、頑張りましょう。